その一言だけで、うん、一生懸命前突っ込む。前を下げよう下げようとして突っ込むから、突っ込みが速くて右荷重になっちゃうな。うん、右足荷重になっちゃうな、うん。右足荷重になっちゃうと足を戻すの遅れない？今ね、足戻すのは遅れてるんだけど、一個目のウィリーからの足戻しが遅れてるんだ。そうだね。うん、で。落とそうとしてる方がタイミングが取りやすいのかなっていうのは見てて思うんですけど、落とそうっていう意識をしてる方が、うん、なんか飛ぶ場合は取れるんだろうなとは思うんだけど、足は一向に戻ってないんだよね。だから踏み直しができてない。あー、踏み直しは遅れている。遅れているっていうか踏み直しをしてない。してない。大雑把に言うと、ここの1個目のこの惰性でこれ、ああそうなっちゃう、なってるなって思うんだよね、見てて。でだ、でもで書き書きをしたいんだったらば、やっぱ踏み直しがあるべきだから、じゃあフロントを乗せて止まるような感じでいいわ。そうすると落とせるわな。うん。助走をつけるとカキカキだけできてるっていうのは、結局踏み直さなくても手前の惰性でいってるからだけなの。なのかなって見てて思う、ね。あ、つまり焦げてないね。二つ目は焦げてないし、何かできてるかっていうか、何かできてる感じはしなくて。で、落とそうとすると見てる感じは、あ、それ近いで、湯先になっちゃってる。なじゃあだよ、二つ目をこごうっていうことを考えた方がいいのかな。だから下げようって、下げよう、フロントを下げよう下げようとして、うん、オフ行っちゃうから。いや、別にそれは考えてないんだけど。あ、そうなの。そうじゃなくて、俺はね、ここで失敗率だとか、これの失敗率はこれなのよ。だから、で、こうなって、その後がこれなのよ。で、それを今直したとこなの、今、やっと。だから、フロントを抑えて、上がれるようになったなっていう段階。あ、なるほどね。で、リアは、踏めてないなっていうのは分かるんだけど、その踏む時間がないのは、前を置いた時に止まる感じがあれば戻せるね。うん、っていうか清水さんはそうやってた。フロントを上げながら加速しようとさせないイメージの方がいいかな。ああ、統一。はい。あ、それ明らかなヒントだね。の方がなんか生きるんじゃねえかな。ああ、気はする。見てて。ありがとう。置いて止まって、いや、だから止まってとかじゃない、統一、うんうん、同じ速度でずっと動かすようなイメージ。あ、人間はそう、ずっと実際には自転車止めてるよね。止まってた、うん、ノーブレーキでウィリーが終わってんだ、うん、君は。で、清水さんもそれをやってた。あ、で、清水さん言うには、俺は2回目を漕ぎたいから、足を戻してるんだって言ったの。あ、そう、足を戻すんだけど。で、漕いでから飛ぶことにしてるんだって清水さんが言うのに。まさかずは上がりきるまでずっと踏みっぱなしなんだよ。そうそうそう。だからうちらは
うん。で、マニュアルで落としに行く。あ、落とすんじゃなくて、ここでやめて、まだフロントは上がっていくの。うん。上がりきったところで戻す。まさかずは上がりきったところまで踏んじゃうじゃん。踏んでる。だから間に合わないんだ。多分、イメージはそんな感じかな。あー、今のは分かったね。多分ね。じゃあもっとパーンと、パーンと上げて、パーンと上げて。そうそう、それはもう後ろにのけぞってでも何でもいいから、パーンと上げることかな。で、パーンと上げる目的は、早く戻すこと、ね。あ、そう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 。その余裕を作るためにって思っていいかな。そうすると、パーンって漕ぐから減速も始まるし、一瞬間が持てるのかな、うん。だから、なんだろう、体か自転車かは常に同じような速度で何かが動いてるんだ。ああ、自転車が止まったときは体が動かすし、で、自転車を止めたところはまた焦げるし、そう。足が、クラッチも入るしね。分かったけどできないかもしれないけど。逆に、今は見てると放物線をなくそうとしてきてるけど、うん、その放物線を逆に使って落ちる間に人間が自転車に落ちる。遠回りして時間を稼ぐ。そう。置いてかれた分落ちる時に人間が追いつくんだ。落ちた時には飛ぶ姿勢を作る。でまた山を作るっていうイメージの方が俺は、はい、なんか意外とやりやすいかなとは思う。はい、で、こっちに行かなきゃならないと思って、こういう角度で動こうとしてたのよ、俺の意識は。だから、ウィリーも、こうしちゃいけないと思ってたの。だけども、やってもいいんだね。の方が、なんか、間合いが取れるんじゃない？分かった。スレスレだとなんか余裕、操作感の余裕がないんだ。ないね。時間がないね、僕。うん、ありがとう。うん、走る！いいじゃん。走るね。今のはいいんじゃない？だもっとスパンって前上げたいんだったらスタートの足をもっと上げていいんじゃない？いや、今までにないリア走りだったね。リア走りは良かったね。やっぱ前の、もう前上げる段階が悪いね。悪いんだな。悪い。低いから、あれで低いんだ。足で上げられないフロントを。こいで上げられないっていうか。なんだろうけど。モーションか。これがね、モーション、マニュアルモーションで上げてる。足が高ければ肘は動けないから、こういう上げ方をしたい。駆動力でもっと上げた方がいいんだ。そう。じゃ、バンコギかな。バーンってこいじゃえばいいんだね。そう。それで距離を覚えた方がいいかも。今日ね、これ作ったのよ。これをやってないっていう、この基礎練習をちゃんとやってないっていうことに気がついちゃって、そしたらやってみたら中村さんのも全然うまかった。意外と今みんなに抜かれてるよ、基礎的なの。イメージはいいかもしれない。納得した。コントロールができるでしょ、全てなんて、うん、っていうか一瞬時間をもらえた。ギリギリで上げてる時って全く時間ないよね。ないし、うん、もうここの漕ぎ出しで全てが決まっちゃう感じが。ずっと自転車と人間が一緒に動いてるからどこも加速しないんだよね、うん、最後の伸びがないの。そう、早いものに一生懸命しがみついてさらに加速させようとしたら、そうしてた。な、遅れちゃうんかな。あ、じゃあ一瞬駆動力を切った方がいいんだ。バイクでいう二度ぶかしみたいな感じ。あ